ジョーダン・ハミルトンは、アメリカ合衆国のプロバスケットボール選手。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。ポジションは、スモールフォワード。B リーグ、熊本ボルターズ所属。B リーグ、琉球ゴールデン・キングスに所属している、コデラハミルトン・ゲリーとは、実の兄弟である。高校時代は、バスケットボールで遠道入りのデニス・ジョンソンをはじめ、タイソン・チャンドラーや、 ブランドン・ジェニングスなどが通っていた地元のドミンゲス高校で活躍。大学はテキサス大学に進学しトリスタントンプソンやコーリー・ジョセフラと共にプレー2010から2011シーズンには NCWA のセカンドチームにも選出されるなど注目された。2年間テキサス大学でプレーしたハミルトンは2011年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。 26位でダラスマーベリックスから指名された後、当日にデンバーナゲッツとのトレードが行われ、権利がナゲッツに移動し、プロ生活がスタート。しかし、シーズン開幕して間もなく D リーグ行きを命じられるなど、結果を残せず、3年でナゲッツに見切りをつけられ、2014年2月20日にヒューストンドケッツに放出された。2014から2015シーズンは、 D リーグで再出発。D リーグのオールスターゲームに出場した後、2015年2月24日に、ロサンゼルスクリッパーズと10日間契約を結び、後にシーズン終了までの契約を結んだが、8月1日に解雇された。2015から2016シーズンはロシアで再出発するも馴染めず帰国。その後2016年2月にリオグランデバレー。 バイパーズと契約した後、3月25日にニューオーリンズペリカンズと10日間契約を結び、残りシーズンを過ごした。2016年以降は NBA でプレーできず海外リーグでプレー。2020年より B リーグでプレー。2020から21シーズンはシガレイクスターズでプレー。2021から22シーズンは熊本ボルターズでプレーしている。ありがとうございます。